しました。はい、皆さんこんにちは。ベックドリューマインド公務員課講師の松浦です。今回ですね、皆さんに対する激励ビデオとして第1回こちらですね、今都庁とか特別区とか第1弾の試験を終わって、今ちょっと何しようかなって迷ってるところだと思うんですけど、これからまだ国税専門官、国家一般職、それから超上級試験とかね、控えて、まあ、どういうことをやっていくのか、まあ、一番迷うのが地上とか一般職の筆記試験の一次試験の勉強をするのか、面接試験の勉強をするのか、これすごい迷ってると思うんですけど、まず5月7日に受けた試験、これが都庁なのか特別なのかによってだいぶ違ってきます。まず都庁ですと1位発表後すぐ面接が来ちゃうので、やっぱり筆記の勉強と並行して、面接の準備はせざるを得ませんね。だからまず面接カードを書いて、ER 面接の先生とか、あるいは担任の先生とかに、添削してもらって作っていく。そこからちょっと細々と始めてください。でそれに対して都庁受けないで、特別区を受けた方はね、特別区は一次試験の発表後からも結構間があるので、そんなに焦る必要ありません。逆に地方上級試験までの間に面接の準備をしても中途半端に終わっちゃうので、まあ、それは筆記試験の勉強で疲れちゃったっていう場合には、特別区の特徴である3分プレゼンのシナリオとか考える、まあ、それからやってもいいと思うんですけれども、まずはですね、国家一般職超上級試験の筆記試験、これに専念して構いません。で面接は地方上級試験が終わった後で、準備すればいいと思います。ただし特別区はそれでいいんですけど、地方上級試験が割と一次試験の後面接がすぐ来ちゃうっていう場合があるので、まあ、それに関してもし地上の面接の準備をするのであれば、そっちの方を優先した方がいいかもしれません。特別より地上の方っていうことですね。ということで、まあ、基本的にはですね、地方上級試験6月の最終日曜日の試験が終わるまでは一次の筆記の勉強に専念するって方が多くなるだろうと思います。それでここでですね、せっかくこのビデオを見ていただいたので、皆さんが一番そうだな、困っちゃうのが、都庁や特別区の教養論文の対策って今までいろいろやってきたんだけど、国判はどうしようとかね、そういうことは問題になってくると思うんですけども、まず国家一般職は一次試験で教養論文試験書きますけど、それ一次の合否に関係ありません。1次で書くんだけど、論文は2次の面接と合わせて評価されて、私の今までの経験だと教養論文で失敗して2次に受かんなかったとしたらまずいないんです。ただ白紙で出せば失格になっちゃうので、まずですね、最低限度のことは書けるようにしておくと。一応ちょっと最近の傾向を言っておきますと、国家一般職の教養論文試験っていうのは平成28年まで、だから一昨年ですよね、ぐらいまではちょっとつかみどころのないテーマが出てました。例えば食育だったりとか、言葉の機能の衰退だったりとか、まあ、そういうもんですよね。ところがいきなり平成29年、まあ、昨年になりますけれども、観光が出たりとかしてますので、割と予測が立てやすくなっております。つまり、今までのテーマで出てないところで、いわゆる県庁だったりとか都庁や特別区で出るテーマについて検討しておく、まあ、ただおそらくですね、最近出たテーマは出ないと思いますので、例えば地震対策とかっていうのはとりあえず横に置いといて、例えば今安倍内閣が推進している女性の社会進出であったりとか、あるいは高齢者対策だったりとか、高齢者対策については今厚生労働省が地域包括ケアシステムとか進めておりますので、ここちょっと要注意です。それから温暖化問題とか、あと最近やっぱりクローズアップされているのが諸外国でテロ事件とか起こっているので、安全安心については、特別区の論文試験でも出ておりますので、ここちょっと要注意だと思います。でそのところでですね、国判の論文はとにかく問題文にしっかり聞いているところに線を引いて論点抽出作業ですね、
これをやってそれに一個一個確実に答えていく、ここが大事です。まあ、都庁や特別区と違って変なアピールは言いませんから、あだからその取りこぼしがないようにする、聞いてることに答えなかったら、まあ、5点ずつ減点されていっても過言じゃありません。でそこだけちょっと気をつけていただいて、聞いてることに答えていればまずこれが原因で落ちるということはありませんから、ね、でそういう感じで、一時の筆記対策をしていっていただければと思います。はい、それじゃあ今後もね何回かこういうビデオを撮っていきますので、とりあえず皆さん、残った試験に向けて頑張ってください。